こんにちは、パスカードウィットのそして秋山さん大輔です。今日は、簡単にできるフラワースイープを紹介したいと思います。まあ、あのクロスガードの状態から結構この、まあ、皆さん結構アタックするときにクロスグリップ持ってこっち流して、まあ、背中つけてバック取るっていうことは結構皆さんやりますよね。でこの動きを出したときに、まあ、この人上の人っていうのはまあ、必ずリアクションとして、この位置から落ちて、この位置で落ちたまま知りたくないんですよね。バック取られちゃうから。だから今この位置にある状態からちょっと体をこうやって向き直してこうやって持ってきます。でこう正面に向いてくるんですよ。なので、引いてきて、向いてきてこう持ってきた、あえてこの位置で背中しっかり道具を持って引きつけちゃう。でこの手が出ないように、自分の胴体に相手をこういう状態で乗せたら、手は引きつけて相手の手を抜かないようにします。そしたら、上の足、左足を、腰につけましょう。で腰につけたら十字と同じ要領で自分の体のアングルを横にずらします。ずらしたら、右手をリリースしてすぐ、足すくいます。作ったら、まあ、できるんであればこの足をグッと引きずつけて、こう親指から引きつけてしっかり相手を圧縮する、小さくするようにまとめちゃってください。こうしっかりまとめたら、あとはこのまま足を一回開いて、まあ、いわゆるこういつもやってる基本の動きでやるのは大きく交差、ややこっち側斜め前に対してブンと振ると、このまま簡単にまとめます。でマウント取ったらあえてこの手で足抱えたまま一回止まっちゃっていいですか。止まってしっかりキープすることで、まあ、あのポジションをしっかりキープすることができるので、まあ、しっかり点数が入ったら離す。で、まあ、このすでにこの位置で胸でくっついているので、まあ、かなり、バック取ったりとかこの手持ったりとかっていう、まあ、他のアタックにもつなげることができます。もう一回いきますね。この状態からクロスグリップ流す、こうとしたら胸につけて手でしっかり引きつけましょう。引きつけたら左足腰に当てて横にずらします。右手で足をすくってしっかり圧縮したら足を開いて振る、ブン。でそれでキープしてマウント、スイープマウントを取ってください。以上がまあ、フラワースイープですね。簡単にできるフラワースイープの紹介になりました。まあ、いわゆるフラワースイープは十字から打つっていうことが結構あるんですけど、十字から打つ場合だとちょっと距離があるんですよね。でこのフラワースイープの利点はそもそも相手と自分との距離がくっついているので、自分の力が相手に伝わりやすいのでかなりやりやすいかなと思いますので、まあ、もともとある、クロスグリップで流してバックを取る動きと併用することによって、まあ、スパーリングのプランが入りやすくなると思いますので、よろしければお近くの道場でお試しください。いつもこの動画を視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。